箸置きに置かれた、箸置きは、卓上で箸を置くための小物。箸が転がったり、食品に触れる部分が他物に接触するのを防ぐ目的で使用される。箸枕、箸休めとも言われる。韓国のスジョパッチム食事を用意するときに箸が食品に触れる側を乗せておき、食事中、または食事を終えたときに用いる。食事の用意の際に、箸置きがない状態でそのまま箸をテーブルに置くと、箸先がテーブルの表面に触れることとなり不潔であるため、それを避けるために用いる。また箸を食事に使用した後では、箸先についた食品等がテーブルなどに触れて、汚すのを避ける役割がある。和食では、箸先が左手側となるように横向きに置き、中国やベトナムなどでは、箸先が使う人から遠い側になるように縦向きに置く。スプーンと箸を共用する国では、箸とさじ両方を乗せるタイプのさじ箸置きも使われ、韓国ではスジョパッチムと呼ばれている。折り紙の箸置き主にレストランや料亭で見られる。家庭でも使用される。材質はガラス、木、磁器、陶器が多く、石製もある。形状は様々であるが、細長くて中央がややくぼんだ枕のような形状が基本である。植物や魚類などをかたどった意匠のものも多い。なお、割り箸の場合に箸の包装紙を折って即席の箸置きを作る例もあり、箸置き以外の折り紙も含めて箸袋折り紙として書籍化もされている。箸置きの起源は古代から伊勢神宮などで使用されている素焼きの耳瓦家とされている。地どき、耳皿、あるいはお箸台は、耳の形に似た焼き物の器、あるいはこれに、足がついた土器で、神社で神々に神饌を捧げる際に用いられる、箸置きである。馬頭板は、円光の馬の頭に似た板に4本足を取り付けたもので、延喜式や、栗やこと類器にも見られ宮中では箸やさじをこれに、乗せて供した。また、貴族は、銀製や、陶製の箸台を使っていた。なお、毎年1月5日に行われる、伏見稲荷大社の大戦祭で使われ、俗に、地どきと呼ばれる時々は、瓦け投げで使われるものと同様の耳のない小皿の、手器であり箸置きではない。西洋料理では同様のものとして、テーブルナイフのためのナイフ置きがあり、ナイフ、フォーク、スプーンを同時に置ける、タイプのものもある。これらは箸置きに流用されることもある。スプーン用にはスプーン置きがあるが、壁掛け用に穴が開いたものがあり、食事用スプーンのみでなく、調理の木べらや取り分け用スプーンを置く目的でも使われる。ティーポットの形をした使用済みティーバッグを置くためのティーバッグ置きもよく利用される。これらの道具類は総称でカトラリーレストと呼ばれる。ありがとうございます。